はい、それでは今回はオープン D チューニングについて、詳しく解説していきたいと思います。まずね、このオープン D チューニングというのがどんな構成音なのかというのをねチェックしていきましょう。オープンチューニングというのはこの開放弦でね、もうすでに何かしらのコードになっているというのが、コンセプトでしたね。ですので今回はこの開放弦が D のねメジャーコードになっているということですね。まずこの6弦がレの音になってます。レギュラーチューニングから言うと全音下がってますね。2フレット分下がってるわけです。まず6弦がレで、5弦はレギュラーと同じラですね。4弦もレギュラーと同じレです。そして3弦が、ファのシャープになりますね。D コードというのはレ、ファのシャープ、ラというね構成音ですから、そのファのシャープがこの3弦に来てるわけですね。この3弦のファのシャープはもともとレギュラーがソですから、半音下げるわけですね。レギュラーチューニングから半音下げてファのシャープにしてください。はい、そして2弦がラになってます。これは、レギュラーはシですからね、全音下げてるわけですね。2弦も全音下げです。ラの音です。そして、1弦がレの音になります。これは6弦と同じですね。これもレギュラーチューニングはミですから、そこから2フレット分全音ですね、下げているわけです。整理してみると6弦と、2弦と1弦、このレの音とラの音とレの音、これは、レギュラーチューニングから全音落としているわけですね。そしてこの3弦のファのシャープ、これはレギュラーから半音落としています。なので3弦だけ半音落として、6弦と2弦と1弦、1、2、6は全音落とすというふうに覚えておくといいんじゃないかなと思いますね。もう一回いきますよ。6弦がレ、5弦がラ、4弦がレ、3弦がファのシャープ、2弦がラ、そして1弦がレです。レラレファのシャープラレで、こういう D コードのサウンドを作ってるわけですね。はい、このオープン D というチューニングはですね、やはりスライドギターとかね、ブルースとか、古いカントリーブルースとかね、スライドギターのブルースとかでよく使われてますね。エルモア・ジェームスって人のね、ジャ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 なんていうパターンですね。このジャ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 なんていうパターンは、この D、オープン D チューニングでできてるわけですね。なので、この次にね、まず、レギュラーチューニングから、D に落とすというね、この話だけじゃなく実演してみますので、まず一緒に弾いていただいて、その後にコードを弾いて、そしてまたね、いろんなフレーズをこのアコギを使ったりエレキを使ったりスライドで弾いてみたりという形でねやっていきたいと思います。それではね、次に、レギュラーチューニングからオープン D を作るという、その流れを一緒にやってみましょう。